第二次ベネベントムの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前212年に、ベネベントム近郊で発生した、藩の率いるカルタゴ軍とクインプスフルーユスフラックス、率いるローマ軍の間の戦闘である。ベネベントムでの戦いは、紀元前214年に続いて2度目であるが、今回もローマが勝利した。紀元前216年のカンナへの戦いの勝利の後、あと、 ハンニバルはイタリア半島のローマ同盟都市にガルタゴとの同盟を結ぶように働きかけた。紀元前212年頃までにいくつかの都市国家や部族はローマから離れたが、それにはカンパニアのアテラ、カラティア、アプリアの一部、サムニウム人、ブルッティ族、ルカニ族、ウゼンティ族、ヒルピニー族、コンパサ、マグナ・グライキアのギリシャ人都市国家ではタレントム・メタボントム、 クロトーン、ロクリ、加えて、ガリア・キサルピナ全土等が含まれる。その中で最も重要な都市は、ローマに次ぐ都市であるカプアであった。他方、カプアから70キロメートルほどの距離にあるベネベントゥムは、依然として、ローマとの同盟関係を維持していた。紀元前212年に、カプア攻略を狙ったローマ軍を撃破した後、ハンニバルはカンパニアを離れて、 南イタリアのタレントムの攻略を行っていた。他方ローマの二人の失政官、クイントス・フルーユス・フラックスとアッピウス・クラウディウス・プルケルはサムニウムに滞在して、再度のカプア攻略の準備を行っていた。ローマ軍はカプア近郊の土地の種まきを阻止していたため、カプアの食料は減り始めていた。このため、カプアはハンニバルに連絡し、ローマ軍が到着して、付近の土地、 道路を占領する前に食料を運び込むように依頼した。ハンニバルはブルティウムに滞在していたハンノに対し、軍を率いてカンパニアに向かい、カプアに食料を供給するよう命令した。ハンノはローマ軍を避けるために、ローマの同盟都市であるベネベントゥムから4 5トル離れた場所に野営地を設置した。そこから近郊のカルタゴ同盟都市に依頼し、 兵士に護衛させて、夏の間に食料を野営地に集積した。その後、カプアに対して荷車を集めて、食料を受け取りに来るよう連絡した。しかしカプアは、事前の準備がなく、400台の荷車と数頭の馬を集めることができたのみであったため、反応に叱責された。このことを知った、ベネベントム市民は、ボビアヌム近くに野営していた、執政官に、 直ちに通報した。これに答えて、フラックスはカンパニアに向かい、翌日の夜にはベネベントムに入場した。そこで反露が軍の一部を率いて、荷車二千台に食料を積んで、カプアに向かったことを知った。カルタゴグニア英知はいくらかの農民や奴隷が残っているだけで武装した、兵士はほとんどおらず、混乱状態にあった。 紀元前212年のカンパニアにおけるハンニバルの動きこの情報を得たフラックスは翌日の夜にカルタゴ軍や英知を攻撃するよう命令した。明け方の3時から6時の間にベネベントムを出発し夜明け前にカルタゴ軍や英知に到着した。カルタゴ軍は奇襲を受けた形となったためもしや英知が平地に設営されていたら最初の攻撃で占領されていたであろう。 しかし、野営地は高地に設営されており、攻撃のためには困難な坂を登る必要があった。夜明けには激戦となった。カルタゴ軍はよく防御し、優勢に戦闘を進め、登ってくるローマ軍を撃退した。すでに多くのローマ兵が負傷するか戦死しており、攻撃は希望がないように思えた。フラックスは高級爆料を集め、一旦戦闘の中止を命令した。 援軍の到着を待って、翌日に再度の攻撃を試みようとしたのだが、多くのローマ兵は撤退を拒否し、カルタゴ軍に反撃した。フラックスは一部の兵士たちが防御施設を突破しようとするのを見て、考えを変え、他の兵士にも援護をするように命令した。再び戦闘が開始され、ローマ軍は予想外の勝利を得た。カルタゴ軍の戦死者は6.000に達し、加えて、 食料を取りに来ていたカプア人も含め7000が捕虜となった。また、食料運搬のための荷車や馬も露獲された。カルタゴ軍や英知を破壊した後、ローマ軍はベネベントムに戻り、略奪物資は競売にかけられ、また兵士たちに分配された。他方、ハンノは、ヤエ知のカルタゴ軍の敗北を知り、ブルティウムに戻ったが、途中での逃亡兵も多かった。 ありがとうございます。